のこれ、そして、ライター志望3曲続けて、聴いていただきましたけれども、まあ、今年、去年もそうだったんですけども、こういう風にノートがね、反省ノートっていうのがあって、初公開かなあるんですよ。すごい汚いでしょ。こういう風にそれは見えないよねそれは見えないけど、これはもう私の多分宝物に、ね、なると思うんですけど、最後のページにね、
っとねあんまり見せれないんですけど、こういう風に白地図があって今日は東京だけがちょっと今真っ白になってて、これは本当に今日の、ね、昨日はすごい祈りが良くて、今日も多分それ以上にね盛り上がってくださると思うので、多分ね終わった後は赤色でねこう一生懸命こうやってもう真っ黒になるぐらい、真っ黒になっちゃダメだけど、ね、真っ赤に本当に血の色になるぐらいねこう赤を塗りたいなと思っておりますので、皆さんよろしくお願いします。